どうも、友人チャンネルのみやちゃんです。この動画の、1つ前、2つ前までの動画を見ていただいた方は、お気づきだと思うんですけども、私、部屋を引っ越しました。部屋を引っ越したっていうとちょっと語弊があるんですけども、この使っている、いつも、撮影をしているこの部屋ではないところの部屋に僕の部屋を引っ越しをしました。まあ、その部屋っていうのがもともと僕の妹が、ピアノが置いてある部屋でして、まあ、ずっとその部屋にピアノが置きっぱなしになっていて、まあ、物置みたいな部屋だったんですけども、まあ、妹が結婚をしまして、まあ、マイホームを建てることになって、まあ、ピアノを持っていくというふうなことになったので、その部屋からピアノがなくなりまして、物置部屋から本当の意味での、まあ、僕の趣味部屋みたいな感じにしようと思いまして、まあ、壁紙から、何からリノベーションどちら、まあいいや、壁紙を変えてちょっと雰囲気をガラッと変えてですね、照明も変えたり、あとは棚を作ったり、机も自分で作りまして、で今回の動画はまあどうでもいいかもしれないんですけど、まあ、その壁紙をこうバーッと変えて、今の部屋になっていく様子みたいなものを、お届けするんですけども、特に面白くはないです。見たい人ぐらいにしか多分需要のないような動画になってるんですけども、まあ、手伝ってくれたのがキヨさんなんですけども、僕が、自分の部屋をまあ壁紙から貼り直すっていうふうな、ことを話をして、だったらちょっと手伝わせてくれと、言ってくれましたので、キヨさんとですね、ちょっと僕の両親と、ちょっと手伝ってもらいまして、僕の趣味部屋が、出来上がっていく様子をお届けしていく感じになります。全然面白くなかったら飛ばしてください。この動画の次に、僕の、まあ、その新しい部屋の紹介みたいな感じの動画をお届けする予定ですので、まあ、そちらから見ていただいても構いませんので、まあ、ちょっと暇つぶしにこうタラタラっと、もう基本的に全部早送りです。早送りなんでこうリズミカルに進んでいきますんで、ぜひそちらご覧になってください。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。次回はですね、冒頭でもお話ししました通り、ちょっとこの部屋の、ご紹介みたいなのを、させていただければなと思いますので、むしろ次回の方をぜひ見てください。特に面白みのない動画だったんですけども、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それではさようなら。